ネプチューン王を解放すべくギョンコルド広場へと急行する白星とジンベエたちだったが、ホーディの罠により捕らえられてしまう。二人を前に魚人島の完全支配を確信したホーディは、隠され続けてきた驚きの事実を明らかにする。次回ワンピース衝撃の告白、乙姫暗殺の真実、海賊王に俺はなる。